私に見つかった以上、逃げられると思わないで。やめろ、ガリュー。ダトルムの村人を傷つけるな。この勇者が相手になろう。邪悪な魔王がよみがえった。闇をまき散らし、人の心を侵食する魔王が。しかし、正義は必ず勝つ。ガリューを倒す政権は我が手にあり。これが最後の決戦だ。政権よ、共に魔王を倒し、世界を救おう。ひゃー！ダトルム村に来て、鍛冶屋様お探し。伝説の聖剣で魔王ガリューを倒すのさ。ダトルム村に来て、鍛冶屋様お探し。伝説の聖剣で魔王ガリューを倒すのさ。おや、2周目には隠しキャラがいるんだね。君は村長かい？クエストガイドに載っていないけど。そうとも、メインクエストだからね。鍛冶屋様から聖剣を手に入れ、ガリューを倒すんだ。もちろん、鍛冶屋様はとても可愛い女の子で、懸命に武器を打っている。その力強い音は彼女の導きだと、クエストガイドに書いてある。
え、新しいクエストか？しかし、君の頭上にはびっくりマークがない。隠しミッションなのか？でも、メインクエストの報酬の方が魅力あるし。任せてくれ！ラララの森の鍛冶屋様、助けに行くぞ！君、何週目の勇者？何かが足りないような、なんか素人って感じ。我流は強いよ。君大丈夫？嘘だね。我流を倒せるのは聖剣だけ。そんなの常識だよ。君さ、まあいいや。誰が勇者になろうと関係ない。どうせ我流を倒すのは私の聖剣なんだし、聖剣さえ持てば君は私のただ一人の仲間、勇者だよ。ちょっと待ってて、今剣を打つから。剣の材料、聖剣に必要な材料は特別なの。できたよ。君は聖剣を手に入れた。大魔王を倒しておいで。君は聖剣を手に入れた。大魔王を倒しておいで。そろそろ体を動かさねえとな。
悪く思うなよ。タイムズアップ。私から離れて。これが私の決意です。この人に近づいてはいけません。俺こそが軍団だ。私は呪霊師メイス。人の悪意を抽出し武器にする。他人を傷つけようとする気持ちはこの剣の力となるのよ。奴は全ての悪意の源、人の心の汚染の始まり、この世で一番恐ろしいモンスター。闇で鍛えた刃こそが闇を断つ。魔法こそが魔法に打ち勝つ。悪意で誕生した聖剣こそ全ての源、恐怖の大魔王を倒せる。
君は聖剣を手に入れた。大魔王を倒しておいで。君は聖剣を手に入れた。大魔王を。なんだって？あれは私の心血。私の聖剣。魔王を倒す鍵。不滅の聖剣が壊れるわけないでしょ！このバカ勇者、役立たず！私のかわいそうな聖剣。キーアイテムがなきゃ進まないじゃん。もう一回作り直すよ。待ってて。ほら、できたよ。君は聖剣を手に入れた。大魔王を倒しておいで。私のかわいそうな聖剣。相手を間違えたな。